皆さんこんにちは、サミー高橋です。今スタンレーパークのですね、このご覧いただいているトーテンポールの前に立っております。なぜここにいるかって、実は、皆さん、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、トーテンポールをですね、日本の和歌山にあります美浜町っていうところに寄贈することになりました。で、トーテンポールはもう出来上がっております。1月の26日にバンクーバー港から大阪港に向けて出発するわけなんですね。で、トーテンポールは、カナダのシンボルでございます。そしてそのトーテンポールを作ってくださった、コーセーリッシュのですね、スクワミッシュネーションのダラン・イエルトンさんという方がいらっしゃるんですが、なんと お父様たちはですね、ここのスタンレーパークに、1932、3年までこの土地に住んでらっしゃったそうなんですね。それでこの今スタンレーパークへ来ました。で、連邦政府がここにこのスタンレーパークっていう公園を作るっていうことで、ここをまあ立ち退かれてですね、今いらっしゃるライオンズゲートブリッジの向こう側にある、スクワミッシュネーションの方々のその居留地っていうのを与えられて、そこに移り住んだっていう話を伺っています。トーテンポールというのはですね、先住民の方々にとっては、なんて言うんでしょうか、表札のような感じで、その家の伝統とか歴史とかそういうものを描いているわけですね。で、ここにもございますが、ボールドイーグル、白頭鷲であったり、グリスリーベア、熊ですね、熊であったり、それからハミングバードであったり、時にはサケですね、サモンであったりとかいうものが、トーテンポールの中に組み込まれていて、それぞれのストーリーがあるわけですね。で、今回、こちらから送ります、和歌山に送るトーテンポールはボールドイーグルっていうワシが一番てっぺんにありまして、その下に、ウェルカムマンっていう、こう皆さんをウェルカムするっていう、水先案内人のような方ですね、その方がいて、その下にベアが、サモンをこう持っているという形ですね。で、サモンはですね、その 1,2 年かけて、ここから太平洋に出て太平洋から戻ってくるわけですが、そのサイクルですね、サイクルをこう表しているという素晴らしいトーテンポールです。で、このトーテンポールをですね、バンクーバー港へ運びまして、約 2,3 週間かけて太平洋を渡って日本へ参ります。で、大阪港に到着して、そこからトラックで和歌山へ運ばれるっていう形になります。トーテンポールがこの港から積まれてですね、太平洋何千キロですか、日本まで運ばれていくっていうのは、まあ壮大な夢ですよね。今年はですね、思いもよらなかったパンデミックで世界中が大混乱になりました。皆様将来はどうなるんだろうっていうことで暗い気持ちになった方が多いかもしれませんが、地球は私たちがどういう思いを持っているかで世の中は良くもなり悪くなるとも思います。きっと来年はですね、明るい未来が待っていると思いますので、皆様が暗く思ったら世界もそういう雰囲気になるので、明るい思い、ね、明るい未来を描きながら新しい年を迎えたいなと思います。今年もあとわずか10日余りですが、皆様、ハッピーホリデーズ、ね、またお目にかかりたいと思います。ありがとうございます。